ベガは新東日本フェリー及び東日本フェリーが運行していたフェリー。本項目では1973年に就航した初代を取り扱う。東日本フェリーの長距離航路部門として設立された新東日本フェリーの苫小牧仙台航路開設にあたって内海造船瀬戸田工場で建造され、1973年12月16日に就航した。 新東日本フェリーの航路には、スターラインの愛称が付けられ、船体側面は、オレンジとレッドの V ラインに星をあしらったと装とされた。1977年に東日本フェリーの所有となり、新東日本フェリーも1984年に、東日本フェリーへ合併された。船名は、ギリシア神話で、アポローンが、学人オルフェスに送った盾ごとに由来しており、 本船以降に就航した東日本フェリーの船舶には新東日本フェリーのシャゼ、ビクトリーにちなみ、V から始まる神話にまつわる船名が名付けられ、新規船名としては1991年のビルタス、最終的には1995年の2代目、ビナスまで続けられた。引退後は1990年にギリシャのネルラインズへ売却され、ミティリーニとなり、 2015年現在も運行中である、新東日本フェリー、ありがとうございます。